歯科衛生士養成所とは、歯科衛生士を養成する施設のことで、歯科衛生士学校とも呼ばれる。2014年4月現在、日本では大学8校、短期大学12校、専門学校136校の合計156校で教育が行われている。私立では3年間でおおよそ300万から500万ほどの学費がかかる。長く2年生の学校が存在したが、 2010年4月以降は全員が3年以上の教育を受けている。多くの養成所は女子の入学しか認めていないが、大学に歯科衛生士養成課程が新設されてからは男子学生の入学希望者も増えている。なお、2012年6月30日の時点で男性歯科衛生士は43名となっており、勤務先の大半は歯科診療所である。また近年、 4年生大学への養成家庭新設が増加している。大学は、開設年度2019年2月25日現在、短期大学、歯科衛生士のニーズが急増していることから、近年、歯科衛生士養成家庭を設置する大学などが目立つ。A.B. 尾崎哲郎、第16小子デンタル教育、歯科医学教育白書2014年版日本歯科医学。 教育学会白書作成委員会委員長、桑田文幸委員、笠井和孝佐藤雄二、田口のりひろ、田中昭雄沼部幸弘高校保健協会、日本史海学教育学会雑誌別冊、東京都豊島区、2015年12月20日、第1版、162から169ページ。ISBN 978から4から896053159。89 ニシド BB0485336 ありがとうございます。